サレはオープンソースの SSL の実装である。エリック・アンドリュー・ヤングとティム・ジェイ・ハドソンによって RC2 と RC4 暗号化を使用する SSL3.0 の実装として開発された。サレは一字ずつアルファベットの名のままで SSLEAY と発音することが推奨されている。この名前は最初に開発したエリック・アンドリュー・ヤングのイニシャルから取られている。猿には ヤングによる初期の作業からでの実装も含まれていた。これは初のでのオープンソース実装であると考えられている。1998年12月にヤングとハドソンがオーストラリアで RSA セキュリティの業務を開始したことから、サレの開発は非公式にほぼ終了し、ボランティアの開発者たちはオープンルとしてプロジェクトをフォークした。サレは 1995年からエリック・ヤングによって開発された。Windows への対応はティム・ハドソンによって追加された。サレを使用した SSL に対応するオープンソースアプリケーションのパッチはティム・ハドソンによって作成された。ヤングとハドソンによる開発は1998年に終了した。サレのライブラリーとコードベースは独自のサレライセンスの下でライセンスされている。 サレライセンスはフリーソフトウェアライセンスの一形態である。サレライセンスは BSD スタイルのオープンソースライセンスである。サレは X509V3 証明書と PKCS10 証明書要求に対応している。また SSL2 と SSL3 に対応している。TLSV1 にも対応している。初のセキュアな FTP の実装はティム・ハドソンによって サレを使用して BSD で作成された。初のオープンソースの認証局の実装はクリフォードヒースによってサレを使用して CGI スクリプトで作成された。オープンルはサレのフォークかつ後継プロジェクトでありサレと同様のインターフェースを備えている。ヤングとハドソンが RSA に入社した後ボランティアの開発者たちはサレをフォークしオープンルとして 開発を続けた。RSASSLC は RSA に入社したヤングとハドソンによって開発されたサレナフォークである。これは r s a b 政府の一部としてリリースされた。ありがとうございます。